はい、こんにちは、そぼうぜです。今日も水を引くの続きをやっていこうと思います。そのために今回買ったのはこの80リットルのタンク、中華製タンク80リットルもあって、なんとこれが2500円、送料込み、中国からやってきました。2500円でこんなでかいものが、本体の価格も含めて、なんだこれ、金賞なんとかって書いてるな。やってきました。さすが中国、とっても安いです。このへこんでる中国クオリティ、もうこれも入れても2500円はとってもお買い得だと思います。このタンクをここに設置したいと思います。よし、設置しました。で、上に100均のザルを置いて葉っぱとかが入らないようにしてます。そしてこっちはどうなんだ。こっちの水はなんか少し澄んできたかな。でもなんか水が減ったような気もするな。こんなもんなのか。でもまあ水は来てるからいいや。よし、この水の勢いがな、変わったらな、この穴も変わるだろうな。ちょっといじれるようにしとかんといかんな。よし、じゃあちょっとこれで水を溜めてもらおう。あとは配管をつなげていくだけだ。よし、またここに、水を確保するだったっけ。とにかく水をキャンプ場まで引くための線をくっつけるという作業をやっていきたいと思います。前回はここまでつないだんで、ここからまた先をつなげていきたいと思います。よし、こうやってまずある程度くっつけました。これで 20m ぐらいくっついたのかな。水を流してみたいと思います。よし、今コックをオンにします。水は流れてってるんでしょうか。とりあえず途中に漏れはないですね。ここも通って、ここも通って、あ、ここから漏れてる。もう漏れるわな、ここが開いてんだから。よし、 OK です。さて、こんにちは、遊ぼうぜです。で、またまたというかあれですね、水を引こうの続きですね。なんだかんだ言って時間がなくて中断してたやつです。よし、ここまで、これがキャンプ場ですね。そしてこれが作ったトイレですね。ここまで
とりあえず仮にここに水が出るようにしていきたいと思います。よいしょ、これだな。入ってるか、入ってるな。よし、ね、俺は前水道屋に勤めてたというかバイトしてたからこんなんも一応できる。よいしょ、これはなんか本当は両方に塗らなきゃいけないんだよな。よし、よいしょ、よいしょ。うわ、いかん、わっそっと減ってしまった。いや、よく考えたらここをもう繋いでしまうと水が来てしまうってことだな。仮にここに作ろう、とりあえず蛇口。さあ、蛇口をどうやって作ります、作るかというと、この杭に穴を開けたんで、これを通して、やっていこうと思います。この木は切ろう。硬いな。割れたし、なんか割れてきてるし、やめてくれ。そういうことは。で、どんぐらいで切ればいいの？これでいいか。ちょっと余裕を持って。で、これ予備買ったけどいらんな。よいしょ、くりくりくり。これに蛇口をつける。くる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 。よいしょ。本当はね、金属のやつにつけないといけないと思うんだけど。とりあえず仮で、
まあね、借りとか言ってそのまま使い続けるパターンになりそうだけど、よし、着いた。で上をくっつける。でここをくっつける。なんかくっついたな。よいしょ。でこのままくっつける。よし。よし、とりあえず開通したんじゃないか。よし。お見事に。すごい水が出てる。よし。お、すげえ、普通に出る。いいんじゃない？おお、取れてる。取れてる。よし。水道が完成しました。水質はめっちゃ悪そうだな。なんか泥みたいな水がいっぱい流れてるけど、泥じゃないのかこれは。まあ古いパイプ捨ててあったね。捨ててあったというか前使ってたようなのをそのまま使ってるからね。空気が入ってる。よし、我がキャンプ場に水道が来ました。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん、これでおしっこして手も洗える。でもなんかね、なんだっけ、湧き水で流しそうめんした人がなんか集団でカンピロバクターのなんか中毒というかあれに当たってお腹壊したとか言ってるからね、飲み水にはならんと思うけど、石でも置いとこう、ケース冷凍に。このタンクからこのパイプを伝って伝って水漏れとかねえよな。伝って水漏れとかないよな。はあ、あれ、あ、ここに一応空気抜き用のなんか立てたんだ、つけたんだけどね、あんまいらなかったかもしれない。
帰って、何メートルあるんだろうな、100メートルないにしても70メートルぐらいあるな。よし、伝って伝って、あ、なくしたと思ってた森林工の蚊取り線香入れるやつ発見。よかった、あ、よかった。で、伝って伝って、この枯れたカラス山椒の下を通って、おお、めっちゃ危ない音がする、スズメバチの音がしてる、危ねえ。これを通って、あ、小屋が見えてきた。この藪の中を拝観して、ここで90度曲がって、降りていって、このトイレの前に蛇口がつきました。よし、お、普通に出るやん。よし、これで水も使います。ありがとうございました。また見てね。っていうか、キャンプ場に泊まりに来てね。この広いところ貸し切りで1泊5000円なんで、皆さんよろしくお願いします。じゃあまたねー。